こんにちは、グラスヒューテンの立松。今日は YDX のレベルが本当に割れないのか実験したいと思います。では早速、実験に移りたいと思います。使うのは、500g の鉄の棒です。この棒をこの筒で落としてみたいと思います。まずはじめに通常のプラスチックレンズ、こちらで、実験していきます。中にレンズを入れまして、こちらの鉄の棒を離します。いきます。このように、普通のレンズだと割れてしまいます。では YDX だとどうでしょうか。あらかじめレンズのこの粒のところのネジは取ってあります。普段はネジで止まっています。よいしょ。ではまた同じように落としてみます。というようにレンズに、衝撃傷はつきますけれど割れることはありません。これが、安全レンズ YDX の品質です。